三越劇場は東京都中央区日本橋室町にある三越、日本橋本店内、本館6階にある劇場である。座席数は514。1927年に三越ホールとして開場した。開設当初は歌舞伎や新劇の劇団工業が行われ、古典芸能と大衆娯楽の復興に貢献したが、戦争で一時閉鎖。 戦後の1946年に、現在の三越劇場として復活し、現在に至っている。2017年から、同じ三越グループのスタジオアルタが、当劇場の運営に乗り出している。かつては、三越大阪店にも休館に、同名の劇場兼映画館があったが、兵庫県南部地震で被災したため閉館となった。90周年の2017年に、 加藤拓也が劇場史上最年少記録での作、演出家となった。定期的に行われている三越名人会や三越落語会、毎年夏休みと冬休みに行われている劇団東章の三越夏休みファミリー劇場が行われている。加藤拓也氏史上最年少で三越劇場の舞台演出主演は南の先。 スパニッキーアネックス http www. スパニッキー COJP エンターテインメントニュース2017-06-15記事 2017-614S00041000323000Chtml2017 2017年8月30日閲覧劇団東少なありがとうございます